はい、政務活動調査報告ビデオでございます本日はですね、こちら、えー、埼玉東村山線、県道埼玉東村山線ですねいろは通りと呼ばれているところでございます、えー、こちらにはセ政務スがありましてこちらの目の前には蔵造本舗があるというところでございますそしてこちらが国道254号バイパスの まあ用地買収済みのところでございます。えー、国道二五四バイパス。えー、今下南畑という,う。富士見市のですね。あの裏とこの裏裏裏とこ線との今交差点工事、えー。立体交差点工事がまあ株高が終わって、そしてその先のですね。四季光のグランドの裏のあたりから。袋橋通りまでの工事が。 決定をしたところでございますけれどもさらにですね、えー、その先なんと平成33年までという今度はしっかりとした、えー、期日ができました、えー、平成31年度予算からもずっとこちら側にですね、えー、工事が進んでいくわけでございますがなんとこちらの蔵造り本放の前までに 完成するのが平成33年度になるということがようやくですね今までいつになったらできるのということをよく聞かれたんですけれども全くこう見通しが立たなかったんですが用地買収ならびにこう地上の工事はですね、えー、2年後になります平成33年度までにこちらとつながるというところでございます。えー、今までは、まああの旧 川越富士見有料道路の終点でありました下南端でストップしていたものが一応ですね平成33年度までにはこちら側までつながって開通するという報告をいただいたところでございます途中ですねいろいろと用地買収と苦労があればちょっとずれることもあるかと思いますがようやくそうした期日が分かったということでございますので。 まあこの国道254号バイパス、和光富士見バイパスでございますけれども、いろいろ目処もだんだん立ってきたと、地上の方も一気にです、ね、進んでいくということでございます。